こんにちは、浜根先生です。プロのカリグラファーとして20年以上活動し、2019年からは趣味系 YouTuber として頑張ってます。さて、年末近くなったのでセールテレトンの動画です。増え続ける文房具、皆さんどう管理していますか？それのヒントとなると嬉しいですね。それだけだと動画あっという間に終わってしまうので、ハンドレタリングに使えるペンを13種類ご紹介しますよ。結論はこちら。もうすでに見えていますが、箱でざっくり管理です。まあ、イメージされる理想は、綺麗に色ごとに分けて置いてあるペン立てがずらーっと並ぶと素敵ですよね。まあ、ワンステップで使えるというのも最高だと思います。でもそれをやるには机がすごく広くなくてはいけませんし、埃をかぶったり、結局使うのはいつも同じペンみたいなことになりますよね。逆に適当にしまってしまうと、もうあったことすら忘れてしまうなんてこともあります。取り出しやすく、しまいやすい、これにフォーカスしましょう。箱にざっくり入れるには、まあ何らかの分類方法が必要ですよね。皆さんならどうしますか？浜根先生はメーカー別にしていますよ。例えばこちらはペンテルのもの。ペンの種類ごとに透き通った入れ物に入れています。すごいざっくりなので取り出しやすく、しまいやすいです。こちらの箱にはパイロットのものがまとめてあります。パイロットで有名なのは、万年筆やこのフリクションシリーズですよね。マーカーやボールペンなどいろいろあります。このようにメーカーでまとめておくメリットとしては、あのペン確か持ってた、どこの箱に入れたっけと思った時にネットで検索しやすいんですよね。文具メーカーのホームページを訪れてみると、あ、こんな新製品出たんだとか、色数いろいろあるじゃん、あ、やだ、ペンだけじゃなくて文房具もあるよ、といった正しい情報、新しい情報をゲットすることができます。ですので収納方法は文房具メーカー別にして、時々ネットの情報にアクセスするきっかけにもなればいいんじゃないかと思っています。この箱に収納する方法で大切なポイントが一つあります。とっても大事です。それは机の上を常にゼロベースに保つことなんですね。そうすることで押し入れなどにしまった収納した箱を取り出し、机の上に並べていけるんですね。この箱収納の弱点というのは一覧性がないことですから、机の上にまず並べて箱を開けて、あ、こういうペンあったんだ、あ、なるほど、懐かしいな、なんていう風にパッとアクセスできることが重要なんですね。バイキングのようにその時に使いたいペンを選んでいくんですね。そうすることで文房具を比較的まんべんなくいつでも見ることができます。片付けるときはささっと袋にドカッと入れるだけというのもいいですよね。この出しやすくてしまいやすいということは、いろんな文房具を使いたい方のためにはいい方法だと思います。しまう場所も取り出しやすさを重視して、あまり積み上げない方がいいですね。これで試造品ゼロも夢ではありませんよ。ちなみによく使う文房具は机の引き出しに入れています。インクがなくなったら取り替えるという結構ストイックな使い方です。ここからはハンドレタリングの話です。文房具持ってるけどなんか使うことないかなっていう方は、おしゃれな文字、まあ、イラストを描くというのもいいでしょう。全部で13種類。画面の右上にペンの名前とメーカー名を記載しておくので、気になるものは文具メーカーのホームページからチェックしましょう。動画は過去の YouTube のものなので、テロップとかついて多少読みにくくて申し訳ございませんが、どんどん行ってみましょう。まず1本目は筆の透けしっかり仕立てトンボ鉛筆のものです。固めのペン先なので細い線と太い線の差がとても綺麗に出ます。ハンドレタリング初心者さんにはおすすめの一本です。ペンテルの筆タッチサインペン、こちらも同じような感じのペンです。もちろん文字だけでなく絵も一緒に描くといいですよね。カラー展開もチェックするのもペン選びの楽しいところです。最近くすみカラーが出ましたね。
こちらはペンテルのデュアルメタリックラメラメボールペンなんですよ。ボールペンなんですが、とても滑らかな、インクが出ます。ですので、まるで付けペンでインクで書いたんじゃないのかというぐらいに綺麗なんですね。ラメが入っているというのも心躍ります。パイロットの筆任せ、こちらも固めのペン先です。とても品がいいので、金属ペンで書いたような太さと細さの差がとても綺麗に出ます。色展開も結構ありますよ。ちょっとおしゃれな文字を手帳に書くといった要素にはいいのではないでしょうか。パイロットのパラレルペン、これはもうカリグラフィー専用のペンです。インクカートリッジ式なので使い捨てではないところも嬉しいところですね。インク好きさんにもこのインクの濃淡が出るというのがいいのではないでしょうか。本格的なカリグラフィー、ちょっと気軽に始めたいなという方にはおすすめです。パイロットのフリクション、フリクションといえば専用のラバーで消すことができるペンですね。3本セットのものなので色がとても合っているというのもいいところです。ハンドレタリング、このようなボールペンで書くと軽いタッチの文字が書けます。小さく書きたいなという時におすすめです。ちょっとした文字でも袋文字にするとか筆記体にするといったことで、ハンドライティングっていうのは生き生きとしてきますね。コピックチャオです。こちらは絵師、イラストを描く方がよく使っているペンですね。先端が太めなのであまり小さく描くことはできませんが、イラストを塗るのにも向いています。一色ずつ色を変えるだけでも、あ、ハンドライティング簡単でいいんじゃないかという気になりますよね。とても発色が綺麗です。他にはなかなか見られない色ではないでしょうか。ゼブラのサラサークリップ、まあ、ボールペンですね。 0.3mm から 1.0mm まであって、この白があるっていうのが重宝しますよ。ハンドレタリング、黒い紙に書きたいときにはこのサラサいいのではないでしょうか。もちろん文字だけでなく線画イラストと合わせると、まあなんて洒落た雰囲気なんでしょう。クリーンカラーリアルブラッシュは89色プラスブレンダーという色のラインナップが多いペンです。先端は毛筆タイプの筆ペンなので、大きく書いて、まあこういう細いペンと組み合わせると良いでしょう。同系色でまとめるとこのような雰囲気になります。ココイロは細く書ける筆ペンです。細く書けるということは小さな文字に向いています。ちょっとしたサインを考えるというのもハンドレタリング楽しい題材ですよね。ここで浜根先生のハマーネといろいろなパターンで書いていました。基本的に筆記体を書くと、まあ、初めての方でも様になりますよ。狭く書いたり細長く書いたりと工夫します。カードに1枚1枚お名前を書くというのも名刺代わりに喜ばれるのではないでしょうか。何か用途があるといいですよね。次はカリグラフィーが書けるクレタケのカリグラフィー2です。こちらはゴシック体です。幅のある平らなペンで書くというのが重要なんですね。カリグラフィー専用のペンいろいろありますが、この幅のあるものというのは、このカリグラフィー2と先ほどのパラレルペンぐらいしかちょっと見かけないんですよね。ウィンクオブステラブラッシュ、ラメラメの毛筆の筆ペンです。こちら筆記体のような文字に向いています。上のカリグラフィーっていうのは揃えて書いて、今書いているのは少しずらして動きを出して書いています。ハンドレタリングはもう自分でどんな風に書こうかな、あ、じゃあこうやって書いてみると言って工夫していくというのがいいところです。最後は三菱鉛筆プロパスウィンドウ、こちらはツインペンになっていて細書きとマーカーになっています。細書きの方でただ文字を書くだけでもイラストを添えるとなんとなく様になりませんか。日本語を書いてしまうと普通になるかもしれませんので、とりあえずここはアルファベットで。色数がいろいろありますので、並べて、あ、どんなイラスト書こう、そしてどんな文字添えようというように楽しみます。動画いかがでしたか。年末っぽく収納とまとめ動画をお届けしました。ペンはそんなに高くないし実用的だし、この色持ってないし新しいしなんて言ってどんどん増えてしまいますよね。収納することをちょっと頭に入れて購入していくといいのではないかと思います。浜根先生チャンネルでは手書き好きの方に役立つようなアイデアや技法をお届けしていきます。チャンネル登録などお待ちしております。それでは次回の手書き動画でお目にかかりましょう。
さようなら。